よしよしよし。 よしよしよし。 いい子だね。 よしよしよし。 気を取り直して。 さあ始めちゃおう。 せーの、 マジオスチャンネル 始まるよ。 お？ ずれちゃったね。 リハの時は揃ってたのに。 取り直す？ あ、 そのままやれ。 だって。 始まりました。 マジオスチャンネル。 公式ホームページのマジオツでやっているようなことを今回は私とナコちゃんでやっちゃうよ。 ここでしか知ることのできないお得情報なんかも言っちゃうかも。 とうとう来週からマジハロ7の稼働開始だよ。 アリッサ、来週にデビューを控えてのお気持ちをどうぞ。 はい、すっごいドキドキしてます。 わかるわかる。 私も育てた子が新馬戦を迎える時は やっとみんなに会えるからとっても嬉しいよ。 一緒に楽しもうね。 十分な仕上がりのようです。 これは期待できそうです。 もうちょこっとだけ待っててね。 なになに？ これ？ これ読めばいいの？ どれどれ？ ああ、マジオツでもやってる質問コーナーだね。 なになに？ 皆さんマジオツです。 はーい、マジオツです。 マジオツです。 早速ですが質問です。 アリスたちの誕生日っていつですか？ 私の誕生日は6月10日です。 え？ お？ あれあれ、 アリスちゃんたちマジハロのみんなって誕生日秘密なんじゃなかったの？ あ、そっかそっか。 ほんとね、 ベルガモットの街では誕生日ってみんな秘密にしてるんだ。 誕生日とマナーを知られちゃうと あんまり良くない魔法をかけられちゃったりすることがあるからね。 お祭りは1ヶ月ぐらい続くんだ。 へー、それでそれで？ うん、それでこっちの世界、綾香新町に来た時にお父さんが、こちらの世界では誕生日を教えてしまっても構わないよ。こちらでは誕生日は特別な日として祝うのが一般的だそうだから、きっとアリスも学校で聞かれたりするだろうからねって。実際、松明葉学園に転入してすぐに誕生日聞かれたよ。 クラスメイトのしおんちゃんと誕生日が一緒だってわかって盛り上がったんだ。ふうん、それは盛り上がるやつだね。じゃあ他のみんなの誕生日も発表するね。ローズが4月8日で、ノワールが9月6日、それでフロストが12月28日だよ。ああ、みんなそれっぽい。まこちゃんの誕生日は？ 次も見てくれたら嬉しいです。 きっとまた見てくださいね。信じてますよ、オーナーさん。またね。バイバイ。あ、うまぽん復活したんだね。